どうも丸裸です。お願いします。お願いします。いやということで、はい、いろいろ質問をいただいております。はい、ちょっとそれをねちょっと読んでいきたいなと思うんですけど、はい、めっちゃ来てますね。すごい一瞬で。これちょっと聞いてみたいな。おしこたまお金があったらやってみたいことを聞いてみたいです。あオカルト的なこととその他にもっていう。あでも、うん、かっこつけとかじゃなくてマジで一つあるのが、うん、ずっとやっぱりそのじゃあ海外でっていう時って、うん、やっぱその東南アジアとか取材先が多いんですよ、うんうんうん、まあ叶うならっていうか、まあいつでも行けるんですけど、うん、まあ2人夫婦で、うん、彼女が行きたいところだけ行くみたいな、うん、まあ何年も付き合ってくれてるんで、それはやっぱちょっとやってあげないとなと思ってます。どっかで特別なこととして、いいその普通のとこじゃなくって、はい、そのうんそうですね。当時僕らってそのきちっとした結果結婚する時の写真撮ってないんですよ、はいはいはい、お金がやっぱなくって、うん、当時だからもう一回結婚式やるんじゃなくってあっちがあ、まあ、あの花嫁衣装着て僕もきちんと着て、うん、ほんでそれで、うん、写真を撮るみたいなのはしたい、うん、してあげたいですけどね、うん、いい写真撮ってあげたいっていうのはあります、うん、いいところで。いやむちゃくちゃいい話。それは話し合ってますね、はい、うん。オカルト的なことあります？オカルト的なことで言うと、うん、なんでしょうね。実際あでもあれはあるかも、うん、すごい僕がよくしてもらったお祭りとか、うん、記載があるんですよ、うん、でそれがやっぱりそのお金がないっていうことでなくなっていってるとこもあるんですよね、はい、人がいないと広告が打てないとか、うんうんうん、そういったところを支援したいっていうのはありますね、うん、なるほど。自分も取材させてもらって、うん、カメラ回させてもらってるところにはなんかそういう恩返しはしたいなと思います。神社でめちゃくちゃ素晴らしいな。いやいやそのあれですけど、うん、お世話になってる神社をきれいにしたりとかっていうのはやっぱありますね。未だにもしてますけどね、うん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 、その例えば、寄付して、うん、のぼりが立ってるとこありますし、うちの夫婦の、うんうんうん、会社ののぼりが立ってるとこもありますし、うん、まあある県とかある場所に結構寄付したりもしてますし、まあまあそれの延長線上ですけど、もうちょっとあそこにお金かけてあげたいな、綺麗にさせてあげたいなっていうのはあります。なるほど。それはある。なんかありますか？もうしこたま金あったら何したいとか。これね、うん、生まれが貧乏だから、うん、想像もつかん。わかるわかるわかる。だからなんだかんだやっぱり誰かの支援とかなるんですよ。では使い道が分かんないってことですね。そう、車も別欲しくないし、いい服も欲しくないし、ないっすもんね、物欲。その呪物以外ない。だ僕もないんすよ。いいとこ住みたいとこもないし、うん、うん、ない。ないんすよね。だもしオカルトでやってみたいってなったら、そのお化け屋敷をちょっとこういう感じで作ってみたいなとかはあるんですけど、山井さんやってますからね。ね、そういうのはちょっといいなとは思うんやけど、うん、ぐらいっすかね。確かに、うん、すっごいいい質問ですけど、僕らが持て余しちゃいましたね。そう、欲がなさすぎて、欲なさすぎて何もない。やりたいことがないのよ。ないっすね、まあ、好きなことさせてもらってるからな、うん、結構。でなんかちょっと YouTube に前来てた質問で、もしも話ですけど、もしも、はい、シェンロンがいて一つ願い事を叶えてくれるなら何ですか、うん、みたいな。あー難しい。1個だけ。うん、何でもいいですか？何でもいいっす。シェンロンって叶えられないやつもあるじゃないですか。ありますあります。何でもいいですか？だ一回言ってください、うん、マッチって僕、うん、いやもうこれもあれですけど、ずっと常々思ってることがあって、うん、僕はあれなんですけど、奥さんはマジで健康であってほしいんですよね。あもうなんかやっぱ自分よりもあの子の方が大事やから。でもそれはめっちゃわかる。人の方がやっぱり、はい、うん、病院とかもかからんで、うん、まあいつ命尽きるかわからないけれども、それまでは健康でいて、うん、笑顔でいてほしいなっていうのが、あ、まあ自分というよりはそっちですかね。まあ、かけてるんでかなり、うんうん、健康でいてほしいっていうのはありますよね。自分よりもやっぱ彼女の方が健康な方が嬉しいし、僕も結構体壊しちゃってるんで、うん、というよりはこういう目にあってほしくないっていうのが強くあるかも。体壊してから思いました、それは。なるほど。ああ、一個
叶うんであれば。でもそれは僕もマジで思ってて、人ですよねやっぱりね、人、うん、だ神社とか行っても大体そっち願っちゃうというか。あ、すげえわかりますね。願いもしないですもん。え、どういうこと？僕も挨拶だけで終わります。それもちっちゃい頃からずっとですけど、あ、どうもどこどこに住む林康弘と申します。何かな、例えばですけれども気負っちゃって表に出れないとか、うん、一歩出せないっていう時には背中をちょんと押していただけると幸いでございますっていうのは、それもちっちゃい頃からずっと変わってないです。それしか言ってない、うん、お願いはしてないです。だから何かあった時に少しでいいから背中を押してくれとしか言わないですね、はい、だ僕はだから、うん、そのね、お付き合いしてる時は彼女を、うん、がやっぱり大切だから、その彼女の幸せ願ったら僕が振られるんで幸せになっていたんだなと思います。で、まあ、はい、え、そうでっか、うん、前の彼女は京都の縁切り神社ってすごいよって言って行ってきて1週間後に僕振られましたね。縁切られとるかな言うなよ、ほんで本人にその子も、はい、しんどいな。そうね、まあ、他に、まあ、これすっと終わりますね。猫カフェ、フクロウカフェ、うん、ハリネズミカフェ、うん、どこに行きますか？ルノアール行かない、そんなとこ別に。多そうなとこ。いやいやいや、そんなことないですよ。場所に場所によるでしょ。歌舞伎町の奥んとか確かに多いですけど。多そうなとこ、うん、あそこ多いです確かにね、うん、ハリネズミかも。あ、猫フクロウは結構見てるんすよ、うん、猫ももちろん、まあ、普通に見るじゃないですか、うんうん、フクロウもね、横浜中華街にフクロウを取る中華料理あるじゃないですか、うんうんうん、あそこも何回か行ってフクロウも見てるんですよね、うん、でもハリネズミってそういえばあんまり見たことないなと思って、はいはいはい、その動物園でも見ないじゃないですか、うん、あんま触れてないなと思ってハリネズミちょっと、うん、見てみたいかも。見てみたいです、うん、僕全部行きましたね。あ、本当ですか？どうでした？どれが一番良かったですか？どれもいいでしょうけど。いや、どれもいいんですけど、うん、僕フクロウが一番、あの、めっちゃちっちゃい袋いるんですよ。え、こんなんいるんですか？こんなんいるんですよ。大きいイメージでしょ、うん、こんなちっちゃい袋いて、かわいい、むちゃくちゃ可愛かったの、その子が。いいっすね。で、その子がいて、それは成長してそれなんですか？ちっちゃくって。そう、成長してくるぐらいの。かわいい、むちゃくちゃ可愛かったですね。うん、いいっすね。でもやっぱ僕もそうですけど、うん、飼う責任感がないんですよ、うんうんうん、だからペット飼ってる人って僕すごいリスペクトしていて、うんうんうん、その命の責任を取れる人じゃないと僕飼っちゃいけないと思ってるんで、うんうんはい、僕とかはそれがなくてちょっと遊べれたらいいなぐらいの可愛がる、うん、思いしか持ってないから、だからまあそういうカフェとかになっちゃうのかなと思いますよ、うんうんうん、家にお迎えするってのは多分一生しないですね。まああっちこっち行かないといけないですね、仕事ね。あ、まあまあそれもありますし、取材とかでも責任感がやっぱりないのでまだまだ、うんうん、それはあるかもしれないですね。ハリネズミはちょっと興味ある。印象に残ってるファンの方とか聞いてみたいです。印象に残ってるファンの人で言うと、うん、未だ忘れられないのが、うん、僕とか岸本に、うん、こういうのがありましてって言って物をくれるとかは、はいはいはい、まあまあそれあるじゃないですか、はい、もちろん、はい、僕が印象に残ってるのはこれはあの呪物にっていうのがすっごい嬉しくって、うんうん、あ、なんかやっぱ怖がられてるものですから、うん、で祝祭の呪物展っていう呪物をいたわってあげよう、呪物を祝ってあげようっていうイベントやって、その時にその時かどうか忘れましたけど、うん、これを呪物の〇〇ちゃんにって言われた時はなんか僕とかアプスーさん、うん、田中さんがやってたことがちょっとでも相手に伝わったのかなと思ってめちゃくちゃそれ嬉しかったですね。あ、なるほどね。猫ちゃんに飾りをとか、うんうん、あ、 言うとあれかな、確か一番最初が、うんうん、あれはあむちゃくちゃ嬉しかったですね。やっぱ嬉しいとかなんかいろいろありますよね。こう心動かされる人ってやっぱいますもんね。そう、自分よりも嬉しかった、ちょっと泣きそうになりましたもん、うん、いただいた時に、あ、嬉しいな、考えがちょっとでも伝わったのかしらって思った、うん、嬉しかったです。なんかあります？僕はこの人に会ったらもう泣きそうになるっていう人がいたんですよ。でそれが今からもう7、7年も8年も前なんですけれども、はい、目をキラキラして階段を聞くおじさんが来たんですよ、うんうん、で、まあ、そこで喋りに行って、うん、あ、そんな階段好きなんですかみたいな、うん、言ったら、いや実は僕全然階段興味なかったんですけど、うん、ちょっととある病気で余命3ヶ月なんですって、うん、なので僕死んだらどうなるのかなと思ってすごい興味があって聞くようになったんですって言われて、まあ、たまたまそれが僕が喋ったのが、あの世の話だったんですよ、うん、でそれでなんかちょっと希望を持てましたみたいなところがあって、うん、それから通ってくれるようになっ
て、うんうん、ほんと数ヶ月の短い期間なんだって言ったんですけど、うん、もう来るたびにその目キラキラして、うんうん、なんか怖いと思ってたのが、まあ、いろんな怪談師さんの話聞いて怖いというよりもちょっと楽しみになったんですっていう、うんうんうん、もしかしたらこういう輪廻転生とかもあって、うん、なるかもしれないとか思えるし、まあ、あの世って本当に悪いとこじゃないのかもしれないと思えるお話もいくつも聞かせてもらってっていうので、あの多分すごい不安の中過ごされてた人が、まあね、あの怪談通じてちょっとなんか逆にその希望というか明るくキラキラしてくれてる姿が、まあ、たくましいなっていうのもあったし、うんうん、まあ、切ないなっていうのもあって、うん、なんかそれはちょっと忘れられないなっていう、まあ、確かに生きてるもんの未来の話ですからね、うん、死後の話って誰にでも来る話ですから、うんうん、確かにそういった聞き方もあんのかって今ちょっと勉強になりますね、うんうん、すごいなと思いました。あれは私確かにちょっと感動するというか、はい、忘れらんないかも。そんなこと言われちゃうと忘れらんないですね、うん、なんかだからたまに思い出すんですよ、そのキラキラしてる顔を、うんうん、そうそうそう、近頃一番キュンとした話ことありますかみたいな。キュンとした、キュンとした、でもあるんじゃないですか、そのやっぱ奥さんも大好きな奥さんがいるわけじゃないですか。好き、うん、だから結構日々ありそう。あ確かに、うん、僕はあの動画を見るときに、うん、まあ、好きな、まあ、どっこいしょチャンネル、はいはい、どっこいしょうゆさんが大好きですから、はい、それはもちろん、まあ、もう上がったその日に見るようにしてるんですけど、うん、それ以外に見てるので言うと動物なんですよ、うんうん、動物って言ってもその例えばそのなんていうんですか、肉食動物が狩りでどうこうとかってなく、うんうんうん、ずんぐりむっくりの可愛い動物みたいな大好きで、奥さんがちょっと身長低くって、うん、動物みたいなんですよほんまに、はいはいはい、可愛らしいフォルムで、はい、だからそっくりなやつを見つけて、うん、奥さんにこうやって見せるんですよ、うん、いやそっくりやでって言って、うんうん、でシャ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 って笑って、はい、それをもうずっともう何年も続けてるんですよ、はいはいはい、その時に今すっごい流行ってる、はい、タイのコビトカバーがいるんですよね、うんうん、でタイのコビトカバーっていうのはコビトカバーって普通はあの温厚なんですけど、はいはい、そのコビトカバーはものすごい気性が荒くって、うんうん、あの水浴びさせてあげようと思ってホースで水ぶっかけたら、うん、むちゃむちゃ切れて、うん、その飼育員さん噛みついてくるんですよ、うん、カーみたいな、うん、そういう気性の荒さみたいな可愛らしいんだけれどもしかも歯が生えてないから痛くないみたいな、はいはいはい、なんかそういうのが奥さんそっくりやなと思って、よこれ可愛いやろって見したら、うん、シャッってやったんですよ、うん、カッって打ち抜かれてええな、カッ怖い、ええな、可愛い、いや、なんちゅうかわいそう。それは思いました。キュンときた。いいな。それはいいな。あと、じいちゃん、うん、ばあちゃんが、うん、手つないで歩いてるのとか見たら、必ずと言っていいほど、うん、あの子は決まってんですよ、言うことが、うん。あの、ああいう風になるだろうねって言うんですよ。おー、いいな。それはもう毎回この子大事にせななって思います。わ、いいな。結構何十年もてか、うん、僕らの多分倍以上なんですよ年齢が、はいはいはい、70とかじゃなくて、うん、あもう80とかぐらいの、うん、おじいちゃんおばあちゃん見た時にそれを言うので倍以上自分のね、うん、年齢の倍以上の、先輩方を、見た時にそうやって言ってくれるっていうのはその先まで見通してずっと愛してくれるってことなのかしらと思うと、うん、なんか愛おしいですね。それキュンとくる毎回。はい、うん、なんかありますキュンとしたこと。だ僕、うん、あのキュンとすることがもうほんましばらくないのよ、うんうんうん、だからあのキュンをいただいております。え、何ですかそれ。キュンをいただくようにしてて、それが差し上げますみたいに何ですか、キュン、キュンをいただいてますって。それが 逆のやつ。キュン、うん、数差し上げますの逆。キュンいただきます、うん、キュンいただきます。はい、はい、なんすかそれが、うん、まあ、誰かを待ってる時あるじゃないですか。はいはい、例えば駅の改札の前で待ってるじゃないですか。別にスタッフさんで待ったりとか、うん、友達待ってるとか分かんないですけど、うん、待ってる時にあの僕以外にもやっぱ待ち合わせしてるんですよね、うん、男の人とかこうやって立ってて、でそのそばにいて、うん、出てきてその人の彼女が手振るんですよ、うん、わーって嬉しそうな顔して見てて、うん、それを自分だと思うようにします一瞬ね。なんか
悲しい化け物っすね。キュンいただいてますだから。いやキュン、それは奪ってるんですよ。奪ってるっていうかダメですよ、これそれ。お裾分けキュンの。なんかほんまあの、はい、うなぎ屋の匂いで飯食ってるみたいな気色悪いっすね。落語でありますよそれ。あったね。うん、訴えられますよ。ケチンボとケチンボね。そうそう。今はうなぎの匂いにもお金をかけているんだ。金の5000になりますよそれ。うん、で働くみたいな。働くみたいな。うん、ありもそうなりますよ。ほ、うんま。うなぎの匂いで飯食うてるやん。で自分はいい発見だなと思ったんですよそれ。えそれなんかありません。例えばですけど、うん、僕あの動画でもようあって、うん、まあ、それって、うん、後からその人らが揚げてるものを見たら。フェイクやって分かったんですけど、はいはい、だからその冷める前、冷めてもたんですよ、うん、それを見た時に、うん、ある女性がおってその女性が赤ん坊抱いとんですよ、はいはいはい、で赤ん坊抱いてて、はい、赤ん坊の誕生日なんか奥さんのためなんか分からんですけれども、まあ、ケーキがあり、うん、そこに、まあ、友人に写真撮るんですよね、うん、赤ちゃんの行くよーはいチーズパシャッと撮ったらそのパシャッっていう時に隠れて何ですかね、戦地に行ってる服を着てるんです迷彩の、うん、服を着た男が現れて後ろからピースするんですよ、はい、要は奥さんに言わんと帰ってきてるんですよね。見た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 、はいはいはい、ほんでそれ知らないんですよ、はい、奥さんは。で、あーケーキでねご飯たこれ美味しいんだよねとかって言って君はケーキ食べられるかなとかちゃん話したらしててでもうふーっと出来上がるからでそれでじゃあ見ようと思って見たらえっと振り返ってうわーってあるんですけどそいつらそればっかあげてるんですよ、うん、あれフェイクなの。あれフェイク、いろんなシチュエーションでそれやってるんですよ。車の中とか、はい、あのケーキとかやってて、うん、きしょこいつらと思って、うん、最初のキュンでしたけど次はもう恨みに変わってた。何を遊んどんねんこいつらと思って。確かに、あそれ俺もうわってなったな、まあ、もしかしたら、うん、それだけでもし伊勢さん見てるやつは違う違うのやつかもしれないですけど、でなんかそれがそいつらずっとやってて、うん、マジきしょと思って。それは嫌やな、うん、だから動画で言うと僕うわむっちゃええやんと思ったのがあったんですよ、うんうんうん、キュンとしたんが浜辺ね、うん、海のその砂浜、はい、あるんですよ。数字が書かれてるんですよ、うん、例えば2000、はい、2001、知らない、2002って書かれてて、うん、で始まりはこの例えば2000からこう2人が両サイドからプッと出てくる男女が、うん、で一歩ずつ2001、2002、うん、2003止まったと思ったら指輪が出てくるんですよ。え、うん、で指輪をはめるところが出て、知らない、2004、2005ってなったら子供が1人パーッと走ってで2006、2007ってなった時にこう子供がもう一人入ってきて抱きかかえると、うん、すごでそのまま進んでいったらこう夕日がパーって照らされるみたいな、むちゃくちゃいいやん、めっちゃセンスええやんって。俺もやりたいなと思って一人で。一人？そう。一人だと2000。ただ一人で歩くだけですよ。そう。2000、2001、2002、2003。弁護士からの通知。訴えられた。460万請求。はあ、はあ、ありました、ね。やりたいなと思って。ありましたけど。悲しすぎるでしょそんなの。バッて見て暗闇。あれあれ知ってます？面接ですって言って、うん、何のやつ知ってます？え知らん。外国なんですけど、うん、面接ですって言って、うん、みんな面接来てるんですよ、うん、スーツ着てる人がおったりとか、うん、女性がおったりとかいろんな人が真面目に話聞いてるんですよ、うん、この仕事はすごく厳しいですみたいな、うん、24時間働いてもらいますって、うん、え、うん、もう寝ることはもしかしたら難しいかもしれないです、うん、呼んだらすぐに来てもらいます、うん、えってな、それはよっぽど高級鳥なんだろうなみたいな、うんうん、ですがお金は一切もらえません。え、うん、はそんなの働けませんよ、あなたたちのお母さんですよって言ったらでうわー泣いてみんなお母さんに電話するんですよ、うん、ありがとうお母さんっていうのがあって動画が、うん、めちゃくちゃいい、それが。いやいいっすね。そういい、もう電話したもん母親に、うんうん、いやめちゃくちゃいいセンスええ CM。 そうそう、めちゃくちゃ良かったです。なんかそれ
すごいキュンキュンしちゃって、なんか有名なんですよね。でも今ね、それ確か、うん、結構真似してる人もいたりとか。あ、すごいわ。あ、でもあれはようできとんなと思いましたよ。いや、すごいわ、うん、いや僕もその CM とかめっちゃ好きなんで、うん、ちょっとなんかまたちょ今度その話もしたいですよ。あ、そうですね、確かに CM したい、はい、CM 話しましょう、はい、ということで、本日は皆さん、質問ありがとうございました。チャンネル登録高評価もお願いします。お願いします。寝れるか。もう呪物の手よこれ。怖め。怖め。場所変わってくる。狂ったビッグボーイの顔みたいになってるよ。